チャオございます。皆さん、今日は歴史上素晴らしい町を紹介したいと思います。ギアノカステッロ、ちっちゃな町、リグリア州にあるちっちゃな町、本当にでも素晴らしいよ。はい、見せよ。イタリアのすべての町に大抵主な教会がある。教会の周りには大抵主な広場もある。でも町と違って、ここ村、町じゃなくて村だから、ちっちゃなちっちゃな道、道いっぱい、カルージっていう。やっぱりね、ここオリーブの木いっぱいだってね。リグリア州ってすごくうまいオリーブオイルのおかげですごく有名。素晴らしいな。このギアノカステッロって海と山の真ん中にある丘の上にあるよ。よっしゃ、ここ村の教会。さすが教会ね。この村の人口ってどれぐらいかな。1000人ぐらい。いい景色だな。見て見て、告白できる。警察だよ、逃げよ。古い博物館って感じ。よっしゃ、みんな、ここはギアノカステッロでした。気に入った？ぜひ聞いてみてね、イタリアのどこか村に。ぜひ